そうです、ロビンマッチが でも、ロビンマッチにはなれないですね。やっぱり、大事に新宿マンから一番大事な出会いの人の周りとかって緊張してるんじゃないですか？ありますね。緊張の波があるんですね。あ、多分皆さんはそうだと思うんですけど、緊張して、また疲れて、普通に戻って、また緊張して、戻って、この波がありますね。でもこの緊張っていうのが、なんでこれ緊張するのかなって考えると、自分は試合に出たい。自分はこれがやりたい。これをやるっていうことを自分で決めてリングに上がるわけなんで、その緊張っていうのは階段にしようとしますね。そのドキドキ感、緊張するほどそれぐらい楽しみだと言い聞かせてます。でこの緊張の波をこうまた緊張して落ちて、またこう気持ちが挽回して上がって緊張して、その波ですね。でその波で試合がここにあるとしたら、こうこう波ですね。また緊張する。試合はこのことなんです。ここが試合の時なんですけど、でよし頑張るぞって絶対勝てる。ああ出るなってまた落ちる。でもここでずっとこの波があるんですけど、試合までまずこれぐらいの期間がある。だからこの波をうまく落ちそうなところをここ乗せる。気持ちが最高潮でリングに上がった時、また、まあ、もしくは試合、皆さんが試合する時とか、なんかイベントとか大舞台に着く時にこの波があって、この波が来るのを来た時にこのトップに合わせる試合の、これをうまく緊張をうまく乗せるのが僕は、それをうまく乗せたいなと思うんですけど、なかなか難しいです。じゃあ、本日も大事な試合で決してしまって、負けそうな時とかってあるの？あ、そうですね、ありかけする時は、まあ、何度もありますね。そういう時は、どうして克服しますか？とりあえず、挫折したら、とことんまで落ちますね。とことんまでもう、俺はダメだ、俺はもう、どうせ、と思って、最初に一人になって、もう、ドーンってこう、一番下に落ちた時に開き直る。もう何でもいいや、もうここまで落ちたんだから、あとは上がるだけだ。ちょっと逆に勝ったら流れなんて、どういう風に見せるかな。勝った時はもうガンガン上げる。もっと上がったらもっと上げます。でもあんまり上げすぎると周りに迷惑かけるテンションはここだとしても、自分がここだったらやっぱりちょっと合わないので、できる限り、その周りも持ち上げてこの辺でやるんですけど、自分はこの辺まで楽しむというか。はい、ありがとうございます。明日リアルな自分を迎えるために、ヘブに近づくために、今自分らが一番しなきゃいけないこと、やるべき気持ちっていうのはどういうことなんですか？明日の準備だと思います。でも今日は今日なんで、今を感じてほしい。今この場にいる今を明日の質問を受けました、答えましたっていう、この空間が、これを今リアルにどんどん感じて、で多分一人帰って寝た時に、多分今日の出来事とか明日のこととかすごい考えてますね。
その時に明日のこととか想像して明日の準備をすればいいな。今は今でいて、で明日は明日で迎えるんで、明日のやることを、明日の授業を、明日のなんか、トレーニングなど来た時にその前日に想像したものを一致させることを言います。筋肉マンの超人の中で戦ってみたい選手は誰ですか？あとその試合に向けて傾向を教えて、対策と傾向を教えて。いっぱいいるんですけど、対策は分かります。興味があるのはアシュラの、やっぱりどういう腕っていうのはどう対抗できるのかなと。やっぱりこう殴り合うと2対1なんで難しいんで、やっぱり一発で仕留める戦い、打撃では一発で仕留める戦いで、多分アシュラマンは足が2本なんですね。だからやっぱりだったらこう足を狙うのかな、ローキック、倒して、足関節など、そういう方法で。ちゃんと答えてくれるんだ。でもここで考えられる。ヤンスポーツとかで以前特別なトレーニングみたいなのやって、飛行機と競争したりとか。今やってるトレーニングは決めれるんで、最近は、まあ、特に主にバッティングセンターで片手でこう打つっていうのをやってますね。それ、まあ、あとは、別に自分自身は特別だと思ってないんで、その時思いついたトレーニングやってみたいことが、全部試合につながればいいかなと思います。